チェルシードタバタ禁試合の末にブレスターにギリギリ勝利。FA カップ準々決勝、チェルシー VS レスターにて。チェルシー高校、4番ファーストスターリングくん。チェルシー PK2 本もらっといてどっちも外してるってマジ？スターリングは今すぐチェルシーとの契約破棄して吉本と契約してこい。強く進める。チェルシー2点目ぶち込んでから見るのやめてたらディサシがスーパーゴールして追いつかれててくさ。チェルシーが弱いのかレスターが強いのか、バーディーなくても勝てそう。チェルシー×レスター、ユニフォームわかりづらすぎるだろ。さっきまで1部にいただけあってレスターなかなかやるね。レスターこれで2部なのバグやろ。ポチェッティの擁護派ってただのデブ戦？それともポチェに抱かれたん？スターリングと共に死ぬポチェッティの解釈一致すぎね。ポチェッティのネタ抜きで無能なのくさ。レスター、ポチェッティの買収してるだろ。なおスターリングさんは PK 外してフリーキックで宇宙開発して同点弾の逆起点になって両チームぶっちぎり最低スタッツ記録と大暴れ。レスターのサポーターがスターリングの交代に拍手してて、スターリング自体がそれにまんざらでもない顔で返してるの面白すぎやろ。スターリングフリーキック外した後に五郎丸坊主してればブーイングされなかったのにな、かわいそう。グアルディオラ、このスターリング抱えてタイトル取れんの頭おかしいって。スターリングの給料どころか全体